年末スペシャル幸子の幸特別編というわけで、お弁当作ってきましたよ。幸子坊、何を作ってきてくれたんだい？腕によりをかけて作ってきましたよ。見てください、ちょっとお弁当箱が近代風なのが気になりませんか？じゃーん、見てください。親分、とっても美味しそうでしょ。わしはな、あんまりこういうものは食わんのだよ。幸子、お前が食べろ。はい、じゃあいただきます。あん、これも幸子をいただきます。あん、まあこの照り加減、さすがですね。あら、そこに隠れてらっしゃるのはもしかしてカエルの切り口さんじゃありませんか？わしも何かくれ、わしも腹が減って。まあそうだったんですか。じゃあカルダさんも年末ですから、ここは一つ。あーん、おいしそうですね。口の中が汚れちゃいけませんからね。舌の先に醤油が、あんまり醤油じみとかつけますと今後の撮影に差し控えますからね。わしも何でもいいからなんだか食べたくなってきたよ。なんかくれよ。そうですね。それじゃあ親分、この人参さんどうでしょう。食べてみますか。食べてみよう。なかなかの味だな。そんな細かいことは気にしないで。私これでも料理にはちょっと自信があるんですよね。あちこくん、その声は初代カエル課長。あちこくん、どこどこにいるの。こんなところに、どうしたんですか初代カエル課長。さちこくん、わしは君を探したよ。さちも、こいつは何者で。そういう貴様こそ何者だ。ケロ型平次。何ケロ型平次。わしは初代カエル課長のカエルです。あ、誰かが来た。あ、カエルだ。さちこ、貴様のことが忘れられずこうやって戻ってきちまったぜ。え、なんてこと。さあ、もう一度お前の観音様を見せてみろ。あ、どうだ。私の欲望に気をつけないでください。まさか君はこの男とも関係したわけじゃないんだろうな。ついさちも、お前はまさか犯罪人の手こめに遭うようなそんな間抜けなことをしたのか。さちも、あー、みんなそんなに私を責めないで。あ、私なりゆきに弱い女なんです。あー、やめて。こんな面なんて取ってしまう。あー、やめてください。今面の中は大変なことになっているんです。あー、さちこの、さちもの面を取るんじゃない。あー、なんか、そしてカエルだ。カエルだだ。サチボ、サチコくん、サチコ、喧嘩をやめて、二人を止めて、三人だ。三人でした。私のために争わないで。あ、もう可愛い子とか歌ってる場合じゃない。あ、とにかく皆さん、え、年末もおしそうってことだし、火事に気をつけて。あ、それからおせちは食べ過ぎないように、お餅が喉に使えないように注意してくださいね。それじゃ皆さん、さようなら。バイ。
渋谷ですけれども、ぜひ遊びに来てください。日時は